おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は皆様に大切なお知らせをさせていただきます。その名もコンサートをやらせていただきます。熱情ムキムキホットコンサートです。このコンサートは今回リリースしたCD アパッショナータの曲を中心に盛り込んだ激アツなホットコンサートとなっております。ですので皆さん、冬ですけれども半袖で来てください。冗談冗談。はい、普通にね、暖かい格好してきてくださいね。コンサートの日程なんですけども、1月23日福岡公演、1月31日岡山公演、2月20日東京公演、2月28日名古屋公演、4月10日大阪公演となっております。で、まあ今回チケットは基本的にもうコンサート開催の1ヶ月前からの販売とさせていただきます。まあ理由としましては、もしかしたらね、コロナのその情勢がどう動くかわからないので、それを見ながら皆様にね、何枚チケットを用意できるかわからないので、そこで一ヶ月前で判断させてもらえたらなと思っております。で、まぁ、今月発売のチケットは福岡公演と岡山公演なんですけども、そちらの公演はもう半分でやらせていただきます。福岡も半分、一席一席飛ばして、岡山も半分、一席一席飛ばして、っていう形でやらせてもらいたいなと思ってます。で、まぁ、皆様にご協力としては多分マスク、そして検温と様々なね、まあ、感染対策をさせてもらいます。そして、まあ、私どもね、感染対策をする上でやっぱ重要なのが、やっぱトイレです。え？どういうこと？はい。トイレっていうのはね、密になりやすいので、今回はね、休憩を設けず、1時間半ほどで、もう、ガーって引いて、皆様にね、はい、バイバイってやらせていただく、コンサートにやらせてもらえたらなと思ってます。で、まあ、僕、この半年間クラシックのコンサートいろんなところに行ってみたんですけども、やっぱりね、わーいとか、そういうのなかったら、やっぱ全然ね、大丈夫でした。はい。というわけでね、僕のコンサート今までね、おはようございマッチョって喋ったら皆さんからおはようございマッチョって言われてたんですけども、今回完全おしゃべり NG です。はい。もうムキムキとかマッチョとか絶対 NG ですよ。はい。というわけで今回は、まあ、僕弾かしてもらって一方的に、はい、喋らせてもらうっていう感じのコンサートになります。で、今回のコンサートでは、岡山公園に、自分が買ったバチオリピアノを持ち込みたいなと思います。来年1月になったら僕のお家に届くんですけども、もう届きたてほやほやの状態で1月の末には岡山に持ち込むという壊れないことを祈る岡山にバチオリのピアノを持ち込んでコンサートやったことないんですね。岡山史上初めてのコンサートとなります。はい、というわけで、よかったら皆さんチェックお願いいたします。頑張ってね、ホットな曲をたくさん弾かせていただきますので、全力で頑張ります。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。それでは、バイバイ。